フィギュアスケートの全日本選手権も今年第79回大会です。全ての競技の締めくくりは高校2年生西野勇輝が務めます。自身3回目の出場にしてもちろん最終グループは初めてです。ショートプログラム6位から、トリプルルッツ、ダブルトーループ。トリプルリップ、ちょっと飛びすぎましたかね。トリプルループ。スピンには定評のある選手ですが、非常に綺麗ですね。まとまっています。こういったしなやかさを出すのもとても上手い選手なんですが、そこにまた力強さというものも加わって、また違う西野選手のスケーティングになってますね。さあ、トリプルルッツ。ダブルアクセル。シークエンスでもう一度ダブルアクセル。綺麗に決まりました。ジュニアからの挑戦の過程でパワーを身につけてきた西野。これをスパイラル、そしてそこに表現力を加えていきます。柔軟性、足のポジション、見せ方綺麗ですね。トリプルトーループ、ダブルトーループ、ダブルループ。3連続。ジュニア旋風巻き起こった今年の全日本選手権。トリプルサルコ。その象徴となるようなクライマックス、アップテンポな曲調に変わりました。後半になってもスピードが落ちませんね。よく体をコントロールしています。最終滑走者としての西野勇輝の滑走、代表権争いも、そしてベテランの滑りも、全日本のタイトル争いも、同じジュニアのライバルとの戦いも、この最終グループ6人の中で見事に果たしきりました。
まさに国分さん、はい、今シーズンの今年のこの全日本選手権の何か戦いを象徴するかのような締めくくりとなりましたね。そうですね、西野選手にしても、はい、やっぱり安藤選手が作った空気の中で演技をするという難しいところもあったと思うんですけども、この笑顔を見る限り、はい、まあ、満足してるんじゃないかなと感じますね。はい、ね、本当女王の戦いが行われたこのリンクの上で、本当にそこに負けてない空気感でね、素晴らしい滑りでしたね。最終滑走ですもんね、はい、これ、まあ、荒川さん、はい、この最後のフリーの曲は後半のアップテンポの中で体すごい逆に動いてましたけども、そうですね、ここ最近のフリーの中で一番よく動いてたと思うんですけれども、はい、やはりなんといっても5人のスケーターを待っている間の時間ものすごく長く感じたと思うんですね。その中でよく集中力を持続して、はい、うん、このいい演技につなげてきましたね。ここは大きな成長の証だと思います、はい、でまた一つ一つしっかりと気持ちのこもったスケーティングとジャンプとスピン、そういった部分でもプラスの評価がもらえるものが多かったのではないでしょうかね、はい、最終滑走者の点数が出ました。フリーで100点を超えてきた、トータル 157.09 で6位。これで安藤美希の6年ぶりの全日本選手権タイトル3度目の優勝が確定しました。